鳥林州都徳府は、党が、白城の半島に設置した、統治機関。都徳府制度は、党が、周辺の国々を征伐した後、征服した国に設置した、統治制度である。高栗徳らが党により滅亡すると、旧高栗に、安藤都合府、旧だらに、有信都徳府、白城に鶏林州都徳府を設置し、朝鮮半島全域を半俗国から、 キビ州へと変更された。鳥林州都督府の一六百六十年、党が九太良を滅ぼすと、九太良の高地に、有神都督府など五都督府を設置。六百六十三年四月、白木に鶏鳥林州都督府を設置し、下部に集権を設置して、キビ州とした。都督には、白木の文部王が任じられている。その後十六名の白木王が鳥林州都督に、 任じられたが、安氏の乱が発生すると、平路節土氏が、三島半島へ移され、青平路節土氏と解消されると、節土氏が取り早し衆と特府を兼任するようになった。金宝瓶661年即位、663年、作法、金正明681年即位、作法金利高692年即位、作法金京光702年即位。 作法金賞喜び737年即位、738年、作法、金七百742年即位、743年作法金。官運765年即位、768年、作法勤、両賞780年即位、785年、作法、金吉信785年即位、786年,年、作法金年即位、 金春799年即位、800年、作法金。生命800年即位80年、805年作法金美古書809年、即位作法。金景気826年,年,年即位、827年、作法。金定流836年即位、837年。 作法金明838年即位勤、八百839年即位金、喜び洋840年、即位、841年作法金、吉見康史857年、即位勤、洋蓮861年即位、865年作法勤、875年即位、878年,年,年、作法、旧当初巻199条白木伝、竜祖三年、 御事の織もその国ため取り林州都督府三国式白木本義文武王三年大統一が国ため取林大都督府キワテンショフことごとく神事俗の薄海大外武府集権ありがとうございます